ジェームズ・ジーンズ・ジェームズ・ホップウッド・ジーンズは、イギリスの物理学者、天文学者、数学者である。国体輻射に関するレイリー・ジーンズの法則、惑星の起源に関する潮汐起源説などで知られる。ケンブリッジ出身で1904年から、アメリカのプリンストン大学の応用数学教授、1910年から1912年まで、ケンブリッジ大学教授、国体輻射に関する研究などを行う。その後研究の中心は天文学に移る。1923年から1944年までカリフォルニアのウィルソン山天文台などで研究する。1928年にナイトになる。引退後一般向け科学書を執筆した。1905年国体輻射の波長分布に関するレイリー・ジーンズの法則を発表した。1906年王立協会フェロー選出、1919年ロイヤルメダル受賞、1922年王立天文学会ゴールドメダル受賞。天文学の分野では、星間ガスが重力不安定によって収縮することに関する臨界的な値、ジーンズ波長、ジーンズ質量に名前を残している。惑星の起源に関する潮汐説を唱えた一人である。なお、彼の功績を称えて、小惑星ジーンズが彼の名を取り命名されている。ジーンズは1931年の神秘な宇宙において、彼の宗教観を示していて、ケン・ウィルバーは、ピタゴラス流の神秘主義とし、ジーンズは、神は、数学者で、宇宙は、大きな機械というより、大きな思考というような言い回しを好んだ。ジーンズ=1935E=1945A=1945HC=1975XU2=1975XV1=1975XVA=1975XHC=1975XVA=1975XVIII 閲覧。ケン・ウィルバー。量子の考案現代物理学のリーダーたちの神秘観、田中光彦、吉福伸一役、工作者、1987年、222ページ。ISBN4 から875021372。ありがとうございます。